何頼もうかな。一番高いのって何ですか。どういう系ですか。ステーキですかね。一番高いステーキはどれですか。一番高いステーキはですね、和牛のヒレの250です。11,800円。はい。のこれはこのサイズでってことですね。そうですね。その大きさでですね。もっと500g したら倍。あ、そう、でもできます。グラムの大きさはいくつでもできます。250足りる。250は足りない。500にしたら4万だけどね。500にしたら4万ちょっと。450。でもいけます。400でもできるんですか。400も多分できます。450にしようかな。それでいく。2つで、ご飯とか。違うやつがいい。違うやつがいい。じゃあ僕も違うやつ。あ、いやいや、一緒じゃ。いや、俺もヒレよりやっぱね、油好きだから。いや、いいよ、俺じゃあこれにする。じゃあさっきの 450g の高いやつヒレにする、うん、俺サーロインのが好きなんだ。サーロインだと安くなるよ。あ、まあヒレいこうか。じゃあ、うん、ヒレしてヒレいこうかな。両方ヒレで大丈夫ですか。はい、はい、450g で。あと生ビールください。はい、かしこまりました。焼き方どうなさいますか。ミディアムで。ミディアムで。ミディアムって何。あのレアのもうちょっと焼いてるやつ。じゃミディアムで。ミディアムお二人で。ご飯とかは大丈夫。大盛りで。大盛りで。あ、すいません、単品のライスしますか、それともセットにいたしますか。セットだと何がつくんですか。セットはサラダとライスとアイスクリームがついてきます。じゃあもうセットで、うん、セットで、うん、セットを2つでかしこまりました。ライス大盛りで。はい、かしこまりました。足りるかな。足りると思う。あ、おかわりできます。ライス。あ、ライスおかわりできます。はい、大丈夫です。足りないかも。足りない、うん、うん、足りないの頼みな。すき焼き行く。すき焼きも行く。450だけど結構450で。とりあえず大丈夫です、うん、メニュー置いておきます、うん、かしこまりました。こういうの食べたらカニみたいな。いや、大丈夫。見て食えなかったら、うん、やばいから、うん、はい、大丈夫ですかね。あ、これうまそう。どれこれ。あ、じゃあこれ頼む、うん、食べれる。450g、うん、食べれないかな。いや、でも3本だしね。うん、これいく。たらば、うん、一つで。あ、1つで3本、はい、はい、これは茹でてくれるんですか。しゃぶしゃぶのお鍋用意していただいて、各自でしゃぶしゃぶしていただく形になります、はい、よろしいでしょうか。はい、はい、かしこまりました。大丈夫かな。大丈夫です。以上です。以上です。はい、かしこまりました。置いておきます、ね、パルやりな。もう一枠うるさいから。やりな。一枠でいいからナイス押したいんだって。ダメだ、やりな。うるさいよ、もうずっと。祝電来てないでしょ。いや、さっき来てたよ、食べた、うん、ちょっとおしっこ行ってくるわ。しつこいんだよ、ずっと、うん、やってくれた俺楽しくやれるんだけどね。フルでやるから。フルでやる。多分ね、4万ぐらいいくって言ってんじゃん。もっといくよ。5万。そんないく。いくよ、だってタラバ頼んだの。11,800円。まあ、後でいいか、それは。ゼロワンの枠だからね。ゼロワンがやらないと。俺明日やるよ。配信者にとって一番ダメなことってやらないことっていうより忘れられることだから。だからタバ君につって存在感だけを示していれば配信者って保ってれるからって聞いたことがある。
ベテランの枠をフルやってもらうよ。慣れ合うとつまらなくなるのはなんで、それは求めてるのが違うんじゃない。仲良くしてほしい人といれば、あウルトラトンチキ、うん、キュンです、キュンです、来たよ、ありがとう。あ、セージ来てるって。そうセージ呼ぼうよ、うん、セージ嫌い？いや嫌いじゃないよ、うん、一緒にやる？したらもう10万コースだけど、じゃあ食うか。男気でなんか腹を出してくる、うん、でまあ政治が枠やればいいんだね。俺はもういいし、ファルムやりたくないんでしょ。政治はね、でも当分配信やらないんだ。なんで？なんかね、いろいろ今月忙しいから。2月から頑張るんじゃなかったの？手術、肩の鉄板抜かなきゃいけなくて。そうで、ナイスもその入院期間とかあるから、うん、多分やらないんじゃない。あ、そうなの。やれるときにちょこっとやるのダメなの。政治にかけるじゃん。かけない。いや、かけてもいいけど。あ、だったらね、近くにいるんだったら。政治近いからね。まあ、ドラにも昨日も収録あれだったんだよ。あったの。あったんだけど、すれ違いだったからさ、話せなかったからさ。え、喋ってないの。あったの。いや、だ俺がタクシー降りたら、そのタクシー乗って行っちゃったんだよ。そうでしょ。本当だよ。会話はあるでしょ。会話は、よう久しぶりって、それでだけだよ。あ、そうだ、うん、え、中、で一緒にご飯食った中だからね。悪くないよ、ね、でも俺、ゼロワンさんてっきり政治絡みないから苦手なのかなと。正直ね、苦手とかないけど、うん、普通だけど。花火来てたよ、さっき。あ、花火ありがとうございます。あ、じゃあ、乾杯。大丈夫。ケピー、うまい。うまいわ。政治呼びたいけどね。電話してみたら来てくれないんじゃないかな。うん、普通にスピーカーにせずに聞いてるか。うん、タラバガニも3本あるしね。ケッピーありがとうね。トラクマありがとう。見づらくないか。スピーカーにする。あ、もしもし。あ、ありがとうございます。どう、ご飯一緒に食おうよ。ありがとう、うん、今あの高級店に来てるけど、なんか男気じゃんけんして負けたら支払いみたいで、今は多分5万ぐらい。5万か、きついな。いやー、5万きつい。あ、食ったの。そう、スピーカーにするね、ちょっと。ゼロワン、ゼロワンに変わるね。あ、せいじ、ゼロワン、ご飯食べたの。ご飯食べちゃった、今。あ、そうなんだ。うん、だから見てる。うん、じゃあまた一緒に食べよう。うん、うん、ありがとうね。うん、こちらこそ。じゃあね。うん、はい。そんな会話しかしない。会話って、どんな会話したらいい。いや、なんかほら、いつもさ、なんか入るじゃん、入り方は。入り方。いや、ご飯つか、俺、配信外で電話してるよ。あ、そうなんだ。どういう電話するの。なんか、昨日俺したのは、今日何時からとか言って。あ、そうなんだ、うん、普通だよ。辛いですからね。辛い、ね、今女の子出てきちゃったから。あ、もう来ちゃった。タラバだけね、先ね。
タラバ。はい。あ、生じゃないんだ。しゃぶしゃぶ。すごくないこれ。一本。一本いくらなんだろうこれ。一本1800円ぐらい。すげえ。1800円のやつ。タラバガニです。一度は憧れるよねこの食べ方。でも政治の分もあるんだよこれ。うん。2本食べな。いやこれは先に男気じゃんけんして。うん。先にしちゃ嫌だよ俺。テンション飯まずくなっちゃうから。あ、じゃあ男気じゃんけんっていうかじゃんけんしてどっちが食うか。あ、じゃんけんして勝った方が勝てるってことね。勝った方が。お会計じゃなくてこれだけじゃんけんするってことね。そうそう、なるほど。奪い合い。ビーちゃんいらっしゃい。食べよう。うん。しゃぶしゃぶしよう。じゃあ、勝った方が2本ね。じゃんけんぽい。うわ、2本食うわ。2本食えるかな。じゃあ、一番でかいの食いね。じゃあ、日本湯でいくわ、ほうが。これですぐなった。え？日本湯で。うわ、すぐじゃん。すぐ行ったよ。いただきます。いただきます。うわあ、贅沢だなあ。リスナーさん、ありがとう。贅沢すぎるわ。どう？うまーい。うまい？なんか、カニじゃないみたいな。そう。じゃあ、もうちょっとやった方がいいね、チャブ。もうちょっとやった方がいい。今食べな。うん、いいな、食べな、はい、美味しいやろ、食べな、食べな、カルちゃん。でこれはもうギャンブルの世界だから。ギャンブルの世界、これはちゃんとしよう。ギャンブルの世界は分かんない。どう、うん、もうちょっとしゃぶしゃぶした方がいいでしょ。うまい、弾力がすごい、ね、うん、弾む弾む、甘い、めちゃくちゃうまいわ、最高。どう、うまい、何もんでも食べれちゃう。そう、うん、美味しい。これも火止めよう。うん、いらないわ。先生もう大丈夫です。10歳も離れてるよ。1800円もすぐなくなっちゃった。5800円ね。惜しかった。10歳も違うからね。10歳。13個違う。あ、じゃあ 10歳か。25でしょ。9歳だ。まあ9歳だけど、正確には。失礼します。あ、これつけるんでしたね。あ、やめちゃったけど、でもお子さんだから。おじさんだからね、俺。36だっけ ?34。今年35でしょ。そうだよ。もう後半じゃん。もうおじさんだよ。加齢臭だ。でもあのうち24なのだって。そうなんだ、1個彼の1個スターじゃん。なんか3月生まれなんだ。ああそうだ、学年一緒なんだ。だからほぼ一緒なんかな。あのうちも若いんだよ、ね、あの若さであんだけ稼いでね、うん、やばいあれ。バルも一緒じゃん、この若さでね。あれ、ちょっと混ぜてもらった方が大丈夫ですか。いや、俺は魅力ないですよ。押すのかな。うん、気がついたら。何してるの、パルちゃん。パルちゃん、ね、聞きな、垂れちゃってるじゃん。混ぜないと。もう、できないんだから。出してごらん。蓋しといて、一回ちょっと混ぜて。ごめんなさいね。あ、ちょっと取れちゃった。ゼウちゃん？ゼウちゃん？これどうやってやる？ごまにするわ、俺。これで。ごまが好きだから。そう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 。
そうそう、はい、おだてられて、これで、はい、そうそうそう、ああ、ありがとうございます。ごまかよ、ごまにするの。ちょっと、もう配信終わりたくなってきちゃった。あるといつもプライベートだから、あんま配信しない。あ、逆か、こうか。あ、お店なんか行ってたよ、なんかあのうちネイルとかいろいろ経営するっつって。よろしく。うん、何見せて。ステーキみたいな。かった、すいません。いただきます。サラダ、いただきます。サラダから食った方がいいんだよ。ああ、カロリー消費。今日ツイキャスやったの？ツイキャスやろうよ、じゃあ。あるのね、やるな。あ、葉っぱ美味しい、これ。葉っぱ使って食える。 450g 食るから。配信外普通にご飯行くけど、うん、こんな感じ、うん、ちょっと配信でちょっとテンション上がってこういう感じする。本当ね、あ、喋んないんだよ。あ、花火ありがとうございます。でも喋らないことに俺はそのなんて言うんだろう、なんか、あ、なんかつまんなそうにしてるみたいな感じちゃう。喋なくても、うん、居心地が悪くなると。あ、わかる。一緒。喋んなくても、うん、なんか別に気まずいとか、そういうのがない。普通に携帯触ったりして、うん、落ち着くし、あの食べるペースが一緒だから、チャット食ってチャット出れるんだよ。だストレスがたまらないんだよ。それでも食うの早いから。だからでも、うん、放送切った方がいいなと思って。なんで配信で作ろうとするの？だってこんなぼーっとしててもつまんないから、一応キャラを一応ね。まあね、ずっとさ、こうやって、うん、やっててもね、普通に喋っててもつまんないと思って、ゼラン正しくゼラン出すのがね。だからまあ気持ち悪いくやったりとかしてる。でパルもそうなんだよ。優しくておとなしいんだよ。普段食べるカニと違う。空気悪くないとか、まあ配信してるとちょっと申し訳ないなって思っちゃう。